イエーイ星チャップマン漫画飯料理研究部部長のチャップマンまさきです。今回再現していくのは直撃の相馬より秋の選抜試験の決勝戦の三つどもえ戦のサンマ対決を再現していこうと思います。それでは行ってみましょう。よろしくお願いします。それにしてもこのサンマでかすぎじゃね。それでは黒木場漁のサンマのカルトッチョからいきます。さまざまなハーブとスパイス、ニンニクを入れたハーブバターを作っていきます。茎の部分は外して葉っぱだけを入れフードプロセッサーで回します。葉っぱが細かくなったらニンニクやスパイスも入れ回します。そこに常温で柔らかくしておいたバターも入れよく混ぜてラップでまとめて冷蔵庫で冷やして固めます。このハーブバター結構いろいろ使えるんで、詳しいレシピは概要欄に書いておきます。それではアクアパッツァに入れる具材をカットしていきます。マッシュルーム、ミニトマト、そしてオリーブ2種、そしてレモン、ケッパーです。エビ、アサリ、ムール貝などふんだんにシーフードも用意します。めんどくさい人はこういう便利なパックをうまく利用してください。サンマにマジックソルトで味付けをして耐熱パラフィン紙で包んでいきます。具材を全体的にバランスよく入れていきましょう。実はこれ一度中国製の偽の耐熱パラフィンをつかまされて燃えてしまったので、一応保険をかけておきます。もう一つ作っておいて、こっちは蒸して仕上げようかと思います。引っ張るものも耐熱性じゃないとダメなので、耐熱パラフィンを切って紐にします。それでは黒木場になりきってオーブンの中に具材を入れていきます。180度のオーブンで20分焼いていきます。もう一つは保険をかけて蒸し器で蒸します。20分蒸し終わりました。いい感じに火が入ってそうですね。そしてオーブンに入れた方も燃えずに仕上がってくれたようです。直撃の相馬より黒木場漁のサンマのカルトッチョ完成です。それではいただきます。開けた瞬間に蒸気とともに漂ってくるハーブの香りが確かに食欲をそそります。ただ一匹そのまま入れるのはちょっと無理があったみたいですね。なんか蛇みたいでちょっと見た目がグロいです。それでは改めていただきます。やっぱりサンマを箸の方が食べやすいですね。味の方はとってもいい感じです。水分入れてないのに貝から出た水だけでこれだけの水分が出てきますね。見事なアクアパッツァになっています。ただやっぱりサンマのお腹の方にある小骨がすごく気になる、そういう気がしますね。黒木場くん、あれだけ早くサンマをおろせるんだったら鮮度を落とさないように魚をおろして中骨とかをちゃんと処理してからこのカルトッチョを作っていれば結果は違ったんじゃないかなって気はしなくもないですね。ついでに蒸したやつの方も食べていきます。これは半分に切って入れたので、まあいい感じに詰まってますね。見た目もこっちの方がいいですね。あと蒸した方がなんかすごく全体的に柔らかく仕上がってますね。やっぱ低温でゆっくり仕上げた方が美味しいのかもしれませんね。ご家庭で真似するときは蒸す方をおすすめします。まあそもそもこの耐熱パラフィンを手に入れるとこからっていう感じなんで、まあご家庭で真似する人はまずいないかと思います。僕もあと90枚ぐらい残ってるから店で使おうかな。次は褐色の肌に白い髪のおそらくルナーリア族だと思われるイケメン、葉山の炙りサンマのカルパッチョです。こちらも作ってきます。サンマの内臓を取り3枚におろしていきます。内臓を取ったら綺麗に洗って、そして尾っぽの方からも一気に引いてしまった方がおろしやすいですね。そして小骨を取って皮を引いていきます。もう小骨取るの面倒くさかったら真ん中から切っちゃってもいいかと思います。そして薄切りにして皿に並べていきます。お皿に並べたら1回ラップをして軽く冷凍してあげましょう。室
性仲裁作になります。サンマの内臓を加熱し、オールスパイスを加えてドレッシングにしていきます。レモンやワイン、ワインビネガーなどを加えています。付け合わせの野菜も用意していきましょう。ちょっとラディッシュも飾り切りとかしてカッコつけてみます。そしてみりん、醤油、黒砂糖、オールスパイスで返しを作り、サーブ直前に塗っていきましょう。そしてガスバーナーで炙っていきます。この上に付け合わせの野菜を飾り、ドレッシングなどをかけて仕上げれば完成です。ちょっと原作以上におしゃれに仕上げるために、少しハーブやパルメザンチーズなども振ってみます。さあ、お上がりよ。ではいただきます。サンマと肝のドレッシングが美味しいですね。やっぱりオールスパイスがちょっと効いてますね。このオールスパイスとオリーブがよく合います。この原作にあった黒い粒なんだろうって思ってたけど、やっぱブラックオリーブと解釈して良さそうな感じですね。そしてオールスパイスとバルサミコの方もよく合ってます。そして強めに炙った方が結構美味しいかなって気はしますね。トータルバランスが非常にいいです。まあさすが優勝の作品って感じですね。最後は雪平相馬のぬかさんまの炊き込みご飯おじや風です。まずはぬか床作り。ぬかに湯冷ましの水を加えてよく練ります。サンマの腹ワタを抜いてよく洗っていきます。水気をよく切ってぬかにサンマを漬け込みます。ついでに料理研究、葉山に影響されてぬかにスパイスを混ぜたらどうなるかちょっと気になりませんか。そんなわけでカレーリーフ、ローリエ、カロンジ、オールスパイス、クミン、ガラムマサラを加えたぬか床も作ります。そっちにもサンマをつけて3日間置いていきます。サンマを取り出して洗っていきます。洗ったら水気をよく切っておきます。そしたらいつもの簡単炭火セットでサンマの方を焼いていきます。炊き込む方は軽く炙った程度です。スパイスぬか床につけた方はちゃんと焼いて試食していきます。いただきます。ちょっと待って、これ美味しすぎるんだが。炭火で焼いたのもあるかもしれないが、過去一美味しいサンマができたかもしれません。誰か商品化した方がいいかもしれない。では炊き込みご飯に入れる具材をカットしていきます。しめじは石突きを取ってバラバラに、生姜を細切りにしていきます。彩りで人参も少し入れます。あと最後に飾る大葉も切っておきます。土鍋にだし昆布を入れてお水を入れます。白だし、みりん、薄口醤油も入れます。詳しい分量は概要欄に書いておくので、真似したい方は真似してみてください。洗った2合のお米を加えます。そしてしめじと野菜も入れて炙ったサンマをのせます。このまま火にかけて強火で沸かしていきます。沸騰してきたら昆布を一番下から上に引き上げて、蓋をして弱火で15分ほど火にかけておきます。炊いている間に豆乳だしを作ります。煮立たないように沸かした豆乳に白味噌とパルメザンチーズを加えていきます。そしてカリカリ梅を刻んでおきましょう。さあ、炊き上がりました。サンマの骨を外して混ぜ込んでいきます。そしてここにカリカリ梅とシソも混ぜ込みます。そして盛り付けたら、雪平相馬のぬかサンマの炊き込みご飯完成です。それではいただきます。うわー、これめっちゃ美味しい。もともと僕炊き込みご飯は好きなんだけど、これは本当に美味しいですね。ほのかにできたおこげもいい感じです。ではおかわりには豆乳だしを。うわー、これめっちゃうまい。なんだこれ、森崎育さん、あなた天才ですか。豆乳と味噌とパルメザンとおこげのサンマご飯がこんなに合うなんて、もうごちそうさまでした。
今回の三つどもえ戦全部美味しかったですが、僕の中で一番美味しかったのはやっぱりこれでした。間違いなくこれが優勝です。今回の研究結果です。アマゾンで耐熱パラフィンを注文するときは中国製の偽物に気をつけましょう。透明じゃないただのクッキングシートが来ます。ぬかさんまはマジで美味しいし、ぬかにスパイスを混ぜるのもめっちゃ美味しい。本気でどこかの企業は商品化した方がいいと思います。そしてこの漫画の料理監修をしている森崎ゆきさん、本当に天才的だと実感しました。今回紹介した食劇の相馬、現在10周年記念で各電子書籍サイトで11月19日まで無料で読めるキャンペーン中です。グル漫画とセクシーをプラスし、少年たちを魅了したいろいろと美味しそうな漫画です。この機会にぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。来週食劇の相馬の10周年記念のイベントが東京であるので、もし行けたら行きたいなと思っております。相馬の再現はやっててとても勉強になる部分が多いので、これからもやっていきたいと思っています。まあもうすでに1本撮影済みなんですけどね。それではまた次の動画でお会いしましょう。